岸優太の努力が実を結ぶ初の単独 CM 出演で注目の的に岸優太の初単独 CM 出演分譲住宅メーカーの新たな顔に岸ユ太タが新 CM で見せるタクトホームの最新 CM に注目集まる岸ユ太タが分譲住宅メーカーの CM に単独で出演するという話題がファンの間で大きな関心を集めています昨年10月15日からダンスボーカルグループ ナンバーアンダーラインアイのメンバーとして活動している岸さんは平野翔さん、神宮寺勇太さんと共にマクドナルドのハワイアンバーガーズの CM キャラクターも務めています。しかし、個別の CM 出演は彼にとって初めての大きな挑戦であり、ファンにとっても非常にエキサイティングなニュースです。この話題の発端は、分譲住宅メーカー、タクトホームの公式 X 旧 Twitter アカウントからの投稿です。 上司にガーリックシュリンプの写真が欲しいと言われたけど、何に使うんだろう、オメガ、どなたか、ハッシュタグタクトホーム×ハッシュタグガーリックシュリンプにまつわることで想像できることないですか ?CM、とだけ言って上司が去っていったので、CM 見てこようと思います。この投稿が、ファンの間で、岸君が CM 出演するのではないか、という憶測を呼びました。さらに、タクトホーム公式 X がファンからの、 岸くんが CM 出演するのではないかという返信に対して前向きな返答をしたことで、この憶測はさらに強まりました。岸さんがガーリックシュリンプを担当することになった背景には、マクドナルドのハワイアンバーガーズの CM が関係しています。この CM では、チーズロコモコを平野さん、ガーリックシュリンプを岸さん、ザクギリポテトビーフを神宮寺さんがそれぞれ担当しています。ファンはこの事実を踏まえ、 岸さんがが単独でタクトホームの CM に出演すす。る可能性が高いいと考えていますしかし、岸さんがこのような大きなチャンスを得るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。ナンバーアンダーラインアイの中で、彼は最も CM 出演の機会が少ないメンバーでしたが、常に明るく前向きな姿勢で活動を続けてきました。音楽に対する情熱とファンへの感謝の気持ちは、彼を支え続ける大きな原動力となっています。 ファンもまた、彼の努力と成長を見守り続け、今回の CM 出演が決定すれば、彼にとってもファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。タクトホームの公式 X が、騎士ん公文とも言われる、簡単譜を多用した投稿を行ったことも、ファンの期待を膨らませる要因となっています。このような細かい配慮や遊び心は、ファンとのコミュニケーションを深め、ブランドへの親近感を高める効果があります。 CM 出演が実現すれば、岸さんの個性や魅力を存分に発揮できる場となるでしょう。岸さんのこれまでの活動を振り返ると、彼の努力と成長がいかに多くの人々に影響を与えてきたかがよくわかります。彼の音楽に対する真摯な姿勢や、ステージ上でのパフォーマンスは、多くのファンに感動と勇気を与えてきました。今回の CM 出演は、彼の新たな一歩を示すものであり、 今後のさらなる飛躍を期待させるものです。ファンは、岸さんの CM 出演が正式に発表される日を心待ちにしています。そして、その日が来れば、SNS 上では歓喜の声が溢れることでしょう。岸さん自身も、この大きなチャンスを前にして、新たな挑戦に向けた意気込みを感じていることでしょう。彼のファンに対する感謝の気持ちや、音楽に対する情熱は、 これからも変わることなく続いていくはずです。岸さんの成功は、彼自身の努力と才能の賜物ですが、ファンの支えがあってこそ成り立っています。ファンは彼の成長を見守り、応援し続けることで、共に歩んできました。これからも、岸さんとファンが一体となって、新たなステージに向かって進んでいくことでしょう。岸優太が分譲住宅メーカーの CM に単独で出演するという話題が、 ファンの間で大きな関心を集めています。昨年10月15日からダンスボーカルグループ、ナンバーアンダーライン愛のメンバーとして活動している岸さんは、平野翔さん、神宮寺勇太さんとともに、マクドナルドのハワイアンバーガーズの CM キャラクターも務めています。しかし、個別の CM 出演は彼にとって初めての大きな挑戦であり、ファンにとっても非常にエキサイティングなニュースです。この話題の発端は、 分譲住宅メーカータクトホームの公式 X 旧ツイッターアカウントからの投稿です上司にガーリックシュリンプの写真が欲しいと言われたけど何に使うんだろうオメガどなたかハッシュタグタクトホーム×ハッシュタグガーリックシュリンプにまつわることで想像できることないですか CM とだけ言って上司が去っていったので CM 見てこようと思いますこの投稿がファンの間で キシ君が CM 出演するのではないかという憶測を呼びました。さらに、タクトホーム公式 X がファンからの、キシ君が CM 出演するのではないかという返信に対して前向きな返答をしたことで、この憶測はさらに強まりました。キシさんがガーリックシュリンプを担当することになった背景には、マクドナルドのハワイアンバーガーズの CM が関係しています。この CM では、チーズロコモコを平野さん、 ガーリックシュリンプを岸さん、ザクギリポテトビーフを神宮寺さんがそれぞれ担当しています。ファンはこの事実を踏まえ、岸さんが単独でタクトホームの CM に出演する可能性が高いと考えています。しかし、岸さんがこのような大きなチャンスを得るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。ナンバーアンダーラインアイの中で、彼は最も CM 出演の機会が少ないメンバーでしたが、 常に明るく前向ききな姿勢で活動を続けてきました。音楽に対する情熱とファンへの感謝の気持ちは彼を支え続ける大きな原動力となっています。ファンもまた彼の努力と成長を見守り続け、今回の CM 出演が決定すれば彼にとってもファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。タクトホームの公式 X が岸くん公文とも言われる簡単譜を多用した投稿を行ったことも ファンの期待を膨らませる要因となっています。このような細かい配慮や遊び心は、ファンとのコミュニケーションを深め、ブランドへの親近感を高める効果があります。CM 出演が実現すれば、岸さんの個性や魅力を存分に発揮できる場となるでしょう。岸さんのこれまでの活動を振り返ると、彼の努力と成長がいかに多くの人々に影響を与えてきたかがよくわかります。彼の音楽に対する真摯な姿勢や、 ステージ上でのパフォーマンスは、多くのファンに感動と勇気を与えてきました。今回の CM 出演は、彼の新たな一歩を示すものであり、今後のさらなる飛躍を期待させるものです。ファンは、岸さんの CM 出演が正式に発表される日を心待ちにしています。そして、その日が来れば、SNS 上では歓喜の声があふれることでしょう。岸さん自身も、この大きなチャンスを前にして、 新たな挑戦に向けた意気込みを感じていることでしょう。彼のファンに対する感謝の気持ちや、音楽に対する情熱は、これからも変わることなく続いていくはずです。岸さんの成功は、彼自身の努力と才能の賜物ですが、ファンの支えがあってこそ成り立っています。ファンは彼の成長を見守り、応援し続けることで、共に歩んできました。これからも、岸さんとファンが一体となって、 新たなステージに向かって進んででいくことでしょう岸さんの CM 出演が正式に発表されることは、彼のキャリアにとって新たなマイルストーンとなるでしょう。この大きなチャンスに対して、岸さんはどのような準備をしているのでしょうか。彼の真摯な姿勢は、日々の練習や研究に表れています。撮影に向けて、自分の役割を深く理解し、どのように表現するかを真剣に考える彼の姿勢は、 多くの人々に感銘を与えます彼は常に新しい挑戦に対してオープンであり、学び続けることを大切にしています。岸さんのファンは、彼の成長を見守り、応援し続けることで一体感を感じています。彼が新しいステージに立つたびに、ファンはその喜びを共有し、共に歩んでいるという実感を得ています。この一体感は、岸さんとファンの絆をより一層強固なものにしています。 ファンは岸士さんの成功を自分のことのように喜び、彼の努力と成果を称賛します。このような支えがあるからこそ、岸士さんは困難な状況でも前向きに頑張り続けることができるのです。今回の CM 出演により、岸士さんは新しいファン層にもアピールする機会を得るでしょう。彼の魅力や才能を広く知らしめることで、さらに多くの人々が彼のファンになることが期待されます。 彼の誠実な人柄やプロフェッショナルな姿勢は、多くの人々に感動を与え、共感を呼びます。新しい CM での彼のパフォーマンスがどのように評価されるか、非常に楽しみです。タクトホームの CM が放送されることで、岸さんのキャリアにどのような影響があるのかも興味深いところです。新しい役柄や仕事のオファーが増える可能性が高く、彼の活動範囲がさらに広がるでしょう。 これまで以上に多忙になるかもしれませんが、岸さんはその中でもファンへの感謝の気持ちを忘れず、努力し続けることでしょう。彼の成長を見守り続けるファンにとっても、この新しい展開は大きな喜びと期待をもたらします。岸さんが新たな挑戦に臨む姿勢は、多くの若者にとってもインスピレーションとなります。彼の努力や情熱、そして挑戦する姿勢は、多くの人々に夢を追い続ける勇気を与えます。 彼がどのように困難を乗り越え、成功を手にするのか、その過程を見ることは、ファンにとっても大きな励みとなります。彼のストーリーは、夢を追い続けることの大切さを教えてくれるものです。このように、岸さんの CM 出演がもたらす影響は計り知れません。彼の成長と成功を見守るファンにとっても、新しい喜びと期待をもたらします。岸さんのこれからの活躍を楽しみにしつつ、 彼の努力を称賛し、応援し続けることでしょう。岸さんの成功は、彼自身の努力の賜物であり、ファンとの絆があってこそ成り立つものです。これからも彼の成長を見守り、共に歩んでいくことで、さらに素晴らしい未来が待っていることでしょう。岸さんが CM に出演することで、彼の知名度がさらに上がり、新しいファン層にもアピールする機会が増えるでしょう。 これまで以上に忙しくなるかもしれませんが、彼のプロフェッショナルな姿勢とファンへの感謝の気持ちは変わることなく、彼の成功を支える原動力となります。岸さんの成長を見守り続けるファンにとって、彼の新たな挑戦は大きな喜びと期待をもたらします。